皆さんこんにちは、CSKです。今日の動画はレクサス新型 NX の最新の納期情報についていくつか情報をまとめましたのでお届けしたいと思います。今回の情報はレクサスから発表された情報に加え、全国から寄せられた情報提供をもとにお話をまとめています。情報を集約した上で私の個人的な予想、憶測も含めてお話をしています。納車待ちのモヤモヤを少しでも軽減できればという思いでまとめていますので、内容をもとに販売店様に問い合わせる等はお控えいただければ幸いです。この動画が少しでも参考になった方はチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。 Twitter や Instagram のフォロー、メンバーシップ、Nexus もよろしくお願いします。それでは早速本編いきましょう。今回も私のまとめサイトを表示しながらご説明していきます。動画での更新などが間に合わない場合や、動画を見るまで時間がないという方のためにブログ形式でご用意しています。過去の経緯などもタイムライン方式でしっかり載せていますので、もしまだご覧になったことがない方がいらっしゃいましたら、概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひブックマークよろしくお願いします。まずは最新の情報のお話からいきましょう。2022年の4月の1日にレクサス公式の工場出荷時期目とのご案内が更新されました。更新された内容がこちらです。こちらはもうご存知の方もいらっしゃると思いますが、現在新車で車を注文した際の工場での完成目処ということになります。正直今から契約した場合の目処が知りたいのではなくて、すでに契約している時期、おおよそこのぐらいに契約したとかでもいいと思うんですけれども、その方々がどうなりそうなのかという、そういった目処が欲しいところですよね。というかその情報を出せるように尽力してもらいたいと思うところではあるのですが、今のところ公式から発表される情報はこちらしかありませんので、過去に発表されたこの工場出荷時期目処のご案内と比較してどうなったのか、ここから紐解いていく必要があると思います。今回新型 NX の納期の表記についてはパワートレインに関係なく1年以上の表記となり、特に変更はなかったということになります。しかし4ヶ月程度の目安として表示されていたレクサス RX が 450HL を除き販売店にお問い合わせくださいの表記へと変更となりました。一見すると情報が変わっていないように見える新型 NX ですが、全体的な調整も踏まえてこの納期であるということなどを踏まえると、また違った見方もできると思います。3月中旬頃の情報からもう一度確認していきましょう。3月のトピックスとしては、昨年の11月から実に4ヶ月ぶりとなるメーカーから販売店へ追加のオーダー枠が提示されたこととなります。おそらくこの情報を元にしてということだと思いますが、この日以降今まで日程の連絡が一切なかった方や情報が少し途絶えていた方々へ、改めて納期の目安というものが一部販売店からアナウンスされたようです。もともとでいうところの1月生産枠から2月生産枠の方々が大幅な生産の遅れによって今年の4月から6月頃の納期目処になっているのではないかという情報が多かったわけなんですけれども、その法則にのっとってと言った方が正しいのかもしれませんが、おおむね3ヶ月前後の遅れということで今回アナウンスされているようです。それによって昨年の8月の先行注文期間に購入した方についても、秋から冬、場合によっては年が明けた2023年の生産枠だと説明を受けた方もいるということで、かなり不安が広がったという印象です。中にはですね、一番販売数が多いハイブリッドのモデルの生産がしばらく行われないといった情報も SNS を含めてネット上には溢れていましたし、実際に販売店からそのような説明を受けたということで、私に直接情報をいただいた方も複数名いらっしゃいました。ただしここについては個人的にはいろいろいただいている情報から想定するとちょっと考えにくいなと思っていたのが実際のところでして、事実4月から6月期にハイブリッド車の生産は行われる予定となっています。じゃあなぜこういった話になったのかというところは、あくまで想定の域を出ないところなんですけれども、この今回の3月18日に提示された枠の中で一番販売比率が多いはずの 350H、 これの割り当てがないという販売店さんが結構あったみたいなんですよね。こういったところから350Hのオーナーさんに素直にその事情を説明したお話とかがいろいろ話としては大きくなっていって、最終的に生産されないという判断になったんじゃないかなと想定しています。まあ本来この今のレクサス、トヨタの販売台数の割り当てというのは売れたパワートレインの比率にある程度応じて決められていたというところがありますので、実際に販売比率としてはそんな高くないと言われている私の所有している350のターボとか、
250のガソリンモデルについてはずっと不遇というか生産台数少ない状況が続いてたんですよね。もちろんこの現在まで続く超納期化についてはやはり根本的な問題としては半導体不足というところが大きく関わっていますので、ガソリンモデルよりもより多くの半導体を使用すると言われているハイブリッドモデルの生産そのものがかなり滞ってしまうというのはありえない話ではないんですけれども、それがですね全く作られないとなった時に全体の販売率から言ってとてもじゃないですけど捌ききれないという事態に陥ってしまうと思うんですよね。そのため今回新しい枠が付与されなかったという事情についてはやはりここ数ヶ月の生産においては現在遅延していてすでにオーダー済みの3月発注分までここの生産で枠を使い切ってしまうからなんではないかなというのが個人的な予想となっています。そして同時期から話が結構出始めていたガソリンモデルが主流になるという点、ここについてもガソリンモデルが主流になるのではなくて 350H の生産台数が少ないので相対的にガソリンを作られる量が増えているということなのではというのがいろいろな情報から判明しています。また一番最初にお話ししていたレクサス公式ページの工場出荷時期目処、これが1年以上の表記から変更なかったというのも大きなポイントだと考えています。もうお分かりだと思いますけれども、本当に数ヶ月間ハイブリッドが止まってしまって現在8月オーダーの方すら全く目処が立っていないこの状況、そんな中今この2022年の4月に注文した方に果たして1年前後で車両が届くのでしょうかというところになってくると思います。実際に RX などの生産が停止することを見越したものについてはしっかりと情報が反映されていますので、おそらく秋口までの生産計画などはある程度想定した上で今回の情報を発表していると踏んでいます。非公式な情報ではありますのであくまで参考程度にということになりますが、12月に生産が開始されて以降12月1月はまだそれなりに作られていましたが、今回の2月と3月についてはかなり台数絞られていたんですよね。なので実際に納車されたもしくは生産完了連絡が来たという方非常に少なかったんです。そしてこの2月3月と比べた時に今度の4月から6月に生産される数についてはおおむね2倍ないしは3倍ぐらいになることが現時点で判明しています。もちろんこのあたりは実際に生産が開始していかないことには何とも言えませんし、前回のサイバー攻撃のような突発的な事案が起きる可能性も十分に考えられますから何とも言えないという結果にはなるんですけれども、やはりこの2月3月はとにかく一番厳しかった。そしてこの新しい期に入って4月以降の生産は徐々に回復傾向にあるということの情報だけはだいぶ確かな情報のようなので、この情報通りに皆さんに対して納期の目安もしくは生産完了連絡が増えていくことを祈っています。レクサス新型 NX の納期関連最新情報についてお届けしてきましたがいかがでしたでしょうか。いろいろとですねお届けできる情報とそうではない情報も含めたことをまとめて私個人の考察としてお届けしてまいりました。この数ヶ月間新型 NX の納期について追っかけ続けてきた身としては、メーカーから販売店、販売店から私たち、そしてメーカーから対外的に発表される情報、それぞれのニュアンスがなんとなく全部違うということが分かってきていますし、関係者の方、サプライの方々に対しても落とされる情報っていうのは結構違いがあるんですよね。またかなり直前になるまで情報が安定しないということも多いですし、まあ、やっとね安定した情報になったと思っても突発的な事情によって遅延するっていうこともあります。こういったもの全部ひっくるめて遅れてるっていう印象がつき続けてるので、もうどの情報が正しいのかっていうのって分かりづらくなってると思うんですよね。その中でいくとやはりその月に入って実際に工場で稼働している台数とかが判明した時が一番答え合わせには適切なのかなと思うところでもありますので、今回4月から6月増えていくといった情報が本当なのかということはこの4月に入って少ししてから判明すると思いますので、またそういった情報を含めてですね情報が更新され次第発信していきたいと思いますのでよろしくお願いします。本日の動画は以上となります。この動画が少しでも参考になった方は、チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。Twitter や Instagram のフォロー、メンバーシップ、Nexus もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。